こんにちは、食べとレディオチャンネルです。今回は屋台でおなじみのトルネードポテトを揚げずに作ってみました。失敗なしで簡単に作れる方法をご紹介しますので、お楽しみに。材料はこちら。じゃがいもは細長いメークインがおすすめです。じゃがいもを水で洗って水気を拭き取ります。じゃがいもの芽があれば取り除いておきます。それでは切り込みを入れていきます。まず割り箸を2本下に置いて、5ミリ幅でまっすぐに切り込みを入れていきます。割り箸を下に置いておくことで、下まで切らずにつながった状態にしておくことができます。途中まで切ったら切りづらいので、向きを反対に変えて端まで切っていきます。切れたら180度回転して、今度は少し斜めに包丁を入れていきます。同じ5ミリ幅で切っていきます。切り込みが入れ終わりました。広げてみると蛇腹状態に、じゃがいもがつながった状態になっています。もう一つも切っていきます。切り込みが入れられたら、真ん中に割り箸を刺していきます。くるくる回しながら刺していくと刺しやすいです。上下に広げていきます。切れないように注意してください。もう一つも刺していきます。くるくる回してみると、綺麗につながった状態になっています。今回は油で揚げずにトースターで焼いていきます。トースターの天板にアルミホイルを敷いたら、ポテトを乗せてオリーブオイルを塗っていきます。ひっくり返してまんべんなく塗ってください。油が濡れたらアルミホイルで包んで、トースターに入れて15分ほど焼いていきます。15分経ちました。アルミホイルを広げた状態で、さらに表裏とそれぞれ5分ずつくらい、表面がカリッとするまで焼いていきます。焦げないように注意してください。焼けました。最後に塩、青のりを振りかけて味付けしたら完成です。実際に食べてみました。うん、なんか屋台で売ってる感じっぽい。本当？うん、美味しい。美味しい。やった、大成功。切るのが難しいトルネードポテトを簡単に作れる方法をご紹介しました。皆さんもぜひ作ってみてください。この動画は食べトレシニアインストラクター小針恵美子がお届けしました。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくね。